名前、ゴロンさん、天保、宝卓、トンプー戦、配分が60-30-0、マイナス90を想定としてください。下茶の仕掛けは、チー出しのスーワン、ポン出しのイーピン。決まったわ。いやー、ちょっと迷うけど。いやー、これはトンプー戦でしょ？うん。トンプー戦ですね。ラス前です。で、天保ルールでしょ？天保ルール。浮いてるじゃねえか。うん。いやちょっと迷うけど、いやこれどっちがいいんだろう。せーの、嘘。嘘。え、まあ、嘘かな。5です。5。5なんで僕。5?5。当たるよこんなの。でえ、だってマンズマ頭じゃん。マンズマたぎないでしょ、これ。あんまり。あんまりない。もうそしたら。イーピンがみんなに通りそうだからね。いや、そう、チーして、スーワン切って頭固定して、のポンして、ペンサーピー払ってる途中で。うん。チーして、スーワン切って、両面固定して、アンパイのイーピン持ってるかもしれないから。いやなんかでも押し続けるならサブロッソで押し続けたいんだよななんか。いや、降りりゃええやん、こんな。そうだから降りるか迷って、でも一応奈良なんだからね、そこまでラス回避じゃないんだよな。大体嘘切って押し続けちゃうな。いやー当たるべ、これもうマンズ頭にしか見えんって。いや危ないんだけどね。まあでも日給っぽいじゃん結構。まあ日給かもしれないけど、想像123かもしれないじゃん。ああ、これラスがマイナス120とか150とかだと数層に、それはもう数層切って数層切りそうだな、さよならっていう。嘘危ないんだけどね。まあ、上がればね、もう決まりだからな。上がれることあるよ、全然。そう、これ、なんか M リーグだったらどうすんの、これ。え ?M で何の3曲 ?3 曲。うん。いやー、M の方が嘘切りやすいで、だいぶね。そうそうそう、だから、その感覚で切った感じなんだよな。M リーグの方が、数は先に切られてるのに、安面固定が全然出てくるメンツだからさ。うん、手もあるし、まあ、普通に上がった時の価値も M の方が圧倒的に高いしね。それは嘘切りそうだな。まあ、数層でも上がりが全然あるっていうのがな、この手の迷わしいとこだね。そう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 。うん、いや、でも、いい出題だと思いますよ、これは。はい。高評価、チャンネル登録、コメント等、よろしくお願いします。